ここ十数年の間、交通事故は年々減少してきましたが、それでもなお年間およそ4000人の方が交通事故で命を落としています。中でも近年、死者数のうち最も多くの割合を占めているのが歩行者です。そこでこのビデオでは、歩行者事故を防ぐために何に気をつければよいのかをドライバーの立場から考えていきます。どんな場面でどんな要因から事故が起きているのでしょうか。歩行者の死亡事故に多い典型的な例をもとに、安全運転のポイントを探っていきましょう。歩道の手前に歩行者がいますが、自分の方が先に曲がれると考えたドライバーは、あまり気に留めることなく左折を始めます。しかしこの時、信号が変わろうとしていました。急いで渡ろうとした歩行者が駆け込んできますが、ドライバーは安全確認をしないまま発進。その結果、事故が起きたのです。夜の道を運転するドライバー、交通量の少ない直線道路です。車の前方を歩行者が渡り始めます。しかしドライバーは直前まで気づかず、夜間の直線道路で特に右から横断する歩行者に衝突する事故が多発しています。交差点では安全不確認による歩行者事故に要注意。動作の前の一呼吸、もう一度の安全確認が大切です。右折の際は特に危険。しっかりと右を向き、安全を確認しましょう。夜間、右からの横断歩行者に注意してください。速度を控え、上向きライトも活用して歩行者を早めに発見しましょう。そして高齢歩行者の特性に配慮した運転を。このビデオで学んだ知識をあなたの運転にぜひ生かしてください。歩行者事故のないより良い交通社会を築いていきましょう。それでは皆さん、安全運転よろしくお願いします。